はい、どうも皆さんこんにちは。沖縄の大学生星音です。よくね、 YouTuber の人が YouTube から謎の箱が届きましたみたいなね動画を、どうせ箱の中身を知ってるくせに、なんだろうこの箱はとか言って開封する動画あるじゃないですか。まあ、そんな感じでね、今日は箱を開封していきたいと思うんですけど、ガチで身に覚えのない箱がなんか秩父鉄道企画課っていうところから送られてきたんですよ。で、秩父鉄道企画課からなんか物が送られてくるとしたら、多分この秩父鉄道のね、パレットっていう沿線情報誌、駅に置いてあるやつあるじゃないですか。いや、駅に置いてあるやつって言っても、埼玉とかがね、多分東京の駅にも置いてあると思う。関東の人ならわかると思うんだけど、まあ、埼玉県がね、誇る、埼玉県のみんなの足、秩父鉄道の、沿線情報誌の読者アンケートに応募したと思うんだよね。なんか商品を買ったりしてはいないから、この読者アンケートに応募したのかなと思うんだけど、読者アンケートとか私当たったことないからわかんないんだけど、なんかこういう箱に入ってそうなサイズのものじゃないと思うんだよね。私多分なんか、秩父の温泉の宿泊券を、選んだと思うから、こんな、なんだろうこれ。本当になんだかよくわかんないんですよね。何が送られてきてんだろう。まあいいや、ちょっととりあえずね、見てみたいと思います。こういうね、こういう段ボールから剥がしたテープとかをちゃんとね、ゴミ箱に入れないで、その辺にポンって放り投げとくと、部屋がどんどんゴミ屋敷になってしまうので、ちゃんとね、綺麗にするっていうのは大事ですよ。すごい、なんだなんだ。なんかめっちゃいろいろ入ってる。この度はパレットの読者アンケートにご応募いただきありがとうございました。抽選の結果当選しましたので、お届けいたします。今後ともどうぞよろしくお願いします。だそうです。ありがとうございます。すごい、最新のパレット3月号が入ってる。これでまたね、読者プレゼント応募しちゃおう。すごい、なんかいろいろ入ってますね。そして何が当たったのかと言いますと、なんかめっちゃでかい箱だったけど、ほとんどこれ新聞紙だった。じゃじゃーん。すごい、これカレンダーだ。カレンダーを応募したんだっけ。思い出しました。全然身に覚えがないとか言ったけど、全然身に覚えありましたわ。カレンダー応募したんだ。すごい。私ね、昔ね、5年前ぐらいかな、部屋にね秩父鉄道の SL カレンダー貼ってました。わあ、やった。これ、パレオエクスプレスって言ってね、小さい頃よくね、乗せてもらいに行きましたよ。埼玉県のね、熊谷というところから、秩父のね、奥の三峰口というところまで、こんな感じでね、これって別に見せていいっすよね。これ長瀞のね、橋でね、このね、橋の下の川によく遊びに行きましたよ。川遊びしにね。こういうね、埼玉には素敵なところがいっぱいありましてね。秩父鉄道 SL カレンダー。よかったよかった。ちょうどカレンダーが欲しかったって言おうと思ったけど、今家の中にカレンダー3箇所ぐらい貼ってあるので、まあ、別にカレンダーそんなに必要としてはいないんだけど。すごい、こういうさ、読者プレゼントとか当たったことなかった。初めて当たったと思いますね。こういうさ、本当に当たってる人いんのかなとか思ってたんだけど、当たった。すごいな、やった。ちょっと嬉しくなっちゃいますね。しかもカレンダー2個あるじゃん。何、2020年秩父寺カレンダー。すごい。これは秩父のいろんな綺麗な景色とかがね。すごい。すごいすごい。めっちゃ綺麗な。埼玉県のね、美しい綺麗な景色が、楽しめるっていうね。こういう素敵なカレンダーもいただきました。カレンダー2個もらっちゃった。やった。ありがとうございます。これね、綺麗な秩父カレンダー。ここに、ちょうどね、ここの空いてるところに貼ろうかな。どっち貼ろうかな。こっちがいいか。やった。秩父鉄道さん、ありがとうございます。迫力満点、やった。はい、いやごめんなさい、なんか別に特にオチはないんですけど、でもね、とにかくね、秩父っていうのはいいところなのでね、ぜひ皆さんね、埼玉のね、秩父にね、遊びにね、来ていただけたらと思いますね。もう本当にね、秩父は素敵なところですからね。いや本当にね、いいところですよ、埼玉って。埼玉って何もないと思ってるでしょ。もう本当にね、美しい景色がね、いや本当にね、いや綺麗ですので、めちゃくちゃね、しかも東京からね、電車で1時間2時間で行ける美しいね、世界ですから、ぜひね、みんなもね、秩父にね、遊びにね、来てみてください。ということで、今日もね、動画をご覧いただきましてありがとうございました。やった。すごいすごい。なんかちょっとこれからも積極的にいろんな読者プレゼントに応募していきたいと思います。ありがとうございました。星音、星音、星音チャンネル見てくれてありがとう。